アイアンを変える。そうで、なんかその時に、うん、ウェッジもちょっと買いたいなとかと思ってて、うんうんうん、今私持ってるのが、まあ、サンドとアプローチとピッチングとかしか持ってなくって、うんうんうん、58度とかいろいろあるじゃないですか。ありますね。あれ何買うといいんですかね。私は52度と58度、52度と6度刻み。そう。アキプロは私は PAS で、なぜか58だけ憧れて買ってみた。まあでも、ね、バンカーとか多分サンド、うん、入ってるサンドより58の方が多分抜けやすいから。なんかあと角度合わせた方がいいっていうよね。いいよね、うんうん、なんか4度ずつなら4度ずつになるようにとか、うんうんうん、あれかな、アイアン買ってそこから何度っていう風に計算して買った方がいいのかな、うんうんうん、それでもいいかもしれない。え、そのウェッジ系もこれ買う？まあ、でも全部やりたくなっちゃう。なんか合わせちゃった方が、なんかシャフトが全然違うから、うん、今のがすごい柔らかすぎて、うんうんうん、次 R シャフト買おうとしてるんで、うんうん、合わないから合わせた方がいいんじゃないかなっていうのは、うん、アドバイスももらってて、うん、打ちやすい本当中古のウェッジを、うんうん、とりあえずなんか2000円のやつ買ったの。あ、分かる。私も1500円でしょ。58で、なんか溝とかがどん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 削れてっちゃってスピンが効かなくなってきたら、うん、新しいのなんか好きな新品とかで使うとかでも全然いいかもしれない。なるほど。でも私最初買った時もスチール買っちゃってるから、うん、カーボンじゃなくてウェッジが、スチールもさ結構前のって重いよね、うん、重い。今やっと軽いの出たよとか言われたけど、うんうん、そうね、うん、重いやつでもなんかバンカーとかは振りやすいかも、うんうん、入りやすいというか、柔らかいと、そうそうそう、柔らかいと打ちに行くじゃん。でもバンカーって、うんうん、その時に結局開いて右飛んでっちゃったりとかするんだよね。そうだから、まあ、ちょっと重くてもありっちゃありだとは思う。私はこの冬のカモたちを見てるの結構好きなんだよね。水蒸気が出てるから飛びづらくなる。そうなの？いや、それわかんない。水蒸気だって水蒸気出てるじゃん絶対。から、うん、普段よりは飛ばないんじゃないか説がある。あー確かに。でも余裕持ったクラブ持ちたいよね。うん、意気込みはね、うん、9番ナイス、ナイス、いいよこれ。ナイス。でも止まった、綺麗に止まりますね。ピッチングだね。9番大きかった、これもいいよ。あー、これも、うん、でもナイスオン、ね、やっぱ水蒸気あった。水蒸気あった。上からも水蒸気あった。正しい情報欲しいですね。誰かそういうのに詳しい方。確かに水蒸気、湿気とかってこと。そうそうそう。まあ、でも確かに。確かに。確かに。口癖。もうね、視聴者さんがね、何回確かにって言ったか数えてくれてるの。いや、それはないでしょ。私も9番で行きます。うん。ねえ。残念。水蒸気。水蒸気。前あるよ。あれ違う、右側にあるの。池の向こうに特設ティーがありますって。ありますか。じゃあそっちから前さんか、前さんだといいね。カモ驚いてなかった。大丈夫、気にしてなかった。嘘、気にもしてなかった。これはザコモールだってこと。ザコモール。前さん、あー前さんだね、よかったね。よかった。たまに前音があるからさ、池から。ショートで前音って結構意地悪ですよ。そう、やられた感ある、うん。はい。カモが寝てる。カモかわいいね。かわいい。なんかちょうど夫婦が、ね、交互にいるね、うん、そう。また雨ですね。今日晴れの予定だったのに。そう、すんちゃんって晴れ女？いや、私晴れ女のはずなんだけど最近雨続いてるな。うん、いい感じ。止まる。ナイスアプローチ。お、ボギーチャンス。ボギーチャンス。ここで
ちゃんとボギーで収められるか。頑張ります。やばいよ。今日はパターがダメだ。今日はパターが。もう一回やっていいですか、うん、お願いします。スパイダー頼むよ、やる気を出してくれ。スパイダースイッチを探しましょう。うん、欲しい。待て、閉めてるな今日。ボギー、うまい。オッケー、若干フック。フックする ね。あ、嫌なライだな。ナイス、ナイスボギー。ありがとうございます。池からのボギー、耐えました。ありがとうございます。素晴らしい。あ、クラブありがとう。ちょっとでも、ね、雨降ってくると私がプレーできなくなるんだよね。頼む。頼む。でも、さんとの初ラウンド。雨なんかに邪魔するの。いや、めっちゃ楽しみにしてて、マジで。生ジュンさんや。え、大丈夫、本当そんな感覚だよね。こんなゴルフですみませんね。なんて、そう、雨が降ってきてね、声が聞こえづらくなるんだよね。確かに言って言いたいんだけど、言いたくないんだよねって言ったんだよね。そう多分。なんかもっといい言葉ないから。なるほど。私なるほど派なんですよね。私もなるほど。これ確かに両方使う。お、いいじゃん。ドロー。ドロー高かったね、ちょっとね。天ぷら切りでした。雨に負けて。最後ね、最後。いい音、ナイスショー。バリーの真似。あ、そう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 。さすが。やってます？ちょっとどうしよう。また動画でわかるよ、きっと。やばいやばい。でもよくある。あ、ドブ。ドブストロ。うわ。うわ。169ヤードです。あ、かわいい。かわいい子だ。落とし物。ちょっと怖いそう。前に。はい。あるあるだね。ゴルフ場あるある。落とし物が多い。とりあえずレイアップで6番にします。そうそうそう、ナイスショー。ね、そうそう、多分マリリン苦手なつま先下がり。7番です。あれ、つま先下がりはね、もっとね、足をこうグッてこう、そうそうそう、いつもの高さぐらいまでで、起き上がんない、あの、伸び上がんない、伸び上がんないでずっとしゃがんだまま、そうそうそう、なるほど、それぐらい我慢しないと。なるほどです。なるほどって言われてる。そうだね。でもさ、確かに、よりなるほどの方がちょっと冷たくない？へぇ、そんなことないか。そう聞こえるのかな。あ、確かには、うん、どうだろう、どっちの方がいいんだろう。なるほど。でもさ、テンションによらない。なるほど。なんか興味ない話もさ、ピンから127ヤードで、こともあるじゃん。なるほど。だから、なるほど、よく聞こえるでしょ。わかりやすいけど、まあ、まあ、表情が大事ってことですね。なるほど。なるほど。微妙に登る。私のこの腕のやつで、センター128とかで出てますね。そうだよね。うん、130だと思うんだけど。うん、手前のバンカーやだな。ジャンプ。
ターン決まりやね。ジャンプ。ジャンプ。運動神経いい割にっていうジャンプですよ。よし。よし。やる。あ、いいショット。あ、でも全然手前な気がする。確かにバレーボール選手とは思えないジャンプだったよ今。マリリン何やってたんだっけ？私剣道？剣道？私剣道部だよ。へー、武道家なんだね。いい、いい。おお。二回やっちゃった。お、あ、大きいかも。頑張れ。あ、確かに。めちゃくちゃうまくない今。ね、手前にバンカーと思ったら、ね、奥にバンカーがある。よく打ったね。ナイス。ありがとうございます。ナイス。今のは 何番っていう。今ユーティリティの5番なんでちょっと大きいかなと思いつつ、うんうん、打ってますね。多分雨でね。そう、飛距離も飛ばないしと思って。アキちゃんは何やったの？弓道。弓道？かっこいい。ね、弓道かっこいいね。見た目はね。でもなんか運動神経悪そうって言われる。足が速そうには見えないよね。確かに確かに。アキプロ？うん、マリリンも言ってたよね。マリリンは神経悪そうだった。マリリンは速そう。あと速い。私小学生の時速かったですよ。うん、もういつの話っていう。ピッチングでいきます。はい。お、いい、うまい、今のいいよ、うまい、うまい、止まる。今めっちゃうまく打ったね。よかった。え、今すごいよ、すごいよかった。そんな褒められるなんて。恐縮です。今すっごいよかったじゃん。テイクバックもよかったし、ヘッドアップしないでダウンなんとかってやつで。ダウンブローで。ダウンなんとかって。ダウンブローで。バシッと入って、嬉しい。なんか自分よりさ上手い人に褒められるの嬉しい、ね、嬉しいよ。私も今日ジュンさんに何か褒めてもらおう。さっきの打ってよかったよ。打ってよかったよ。そうだね、私がダメ、うん、短かった。うまい。ナイストライ。ナイスです。しっかりオッケー、オッケーです。パーパットか。そうだね、一回ぐらいパート痛いな。強かった、うん、ナイス。ナイスパー。ナイス。ありがとう。ありがとうございます。イエイ。シャキーンってどうやってやる？そう。でも バーディー時だけ練習してる。練習バーディー用に練習してる。もうこうやってなんか変じゃない？姿勢いい、姿勢いいよ。なんかシャキーンってなるからさ、そう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 。剣道厳しいもんで、裸足でさ、寒い中厳しかった。だってあの面とかかぶって走らされるんですからね。失敗すると夏の暑い日にもうそのままグラウンド走ってこいって言われて、あの面かぶったさ、落ち武者みたいな人たちがさ、めっちゃ走らされるから。やば。前半終了です。前半を終了です。飯テロの時間でございます。飯テロの時間で暖かそうな焼きうどんでございます。マリちゃんはメンチカツ丼です。おー、美味しそう。アキプロはカキフライ。カキフライ、カキ大好き。カキフライしちゃった。食べましょう。ジュンちゃんのやつが一番なんかグツグツして、確かに美味しそうだよ、ね。うん、これずっとついてるから。本当だ。だんだん
汁がなくなってくる延々と見てられる動画って言ってたくさん撮っとこうかなちょっと癒しの時間をなんかさ、こういなんだっけ洗濯機が回ってる動画とかさ、一生見れるらしいじゃん、知らんけどなんか赤ちゃん泣き止むとかそういうやつそうそうそう